男性6人組グループシックストーンズ、ストーンズのファーストアルバム 1ST ファーストが初週 46.7 万枚を売り上げ、1月12日発表の最新オリコン週間アルバムランキングで初登場1位を獲得した。ファーストアルバムの初週売り上げ40万枚超えは2019年7月1日フデのキング&プリンス以来1年7ヶ月ぶり。また、ファーストアルバム初週売上記録では、男性アーティスト歴代4位となった1。本作は、イミテーションレイン、2、ナビゲーター、ニューエラのシングル3曲のほか、リード曲のラウドロックチューン、ST をはじめとする多彩なジャンルを取り入れた新曲を含む全10曲、通常版には全編アニメーションメガボルトで YouTube や SNS で大きな話題となっている新曲、うやむやなど全13曲が収録されている。1月4日発表の第53回オリコン年間ランキング2020では、期間内推定累積売上金額 37.5 億円を記録し、アーティスト別セールス部門新人ランキング1位を獲得したシックストーンズ。2月17日には、最新シングル、僕は僕じゃないみたいだの発売が決定しており、今年度の活躍にも注目が集まる。1. ファーストアルバムの初週売上枚数記録、男性アーティスト歴代トップ5。1. ケミストリー、The Way We Are、2001年11月19日付、初週売上 114.3 万枚。2. カトゥーン、Best of カトゥーン、2006年4月3日付、初週売上 55.7 万枚。3. キング&プリンス、2019年7月1日付、初週売上 46.8 万枚。4位、シックストーンズ、1ST、2021年1月18日付、初週売上 46.7 万枚。5位、ディーン、1994年9月26日付、初週売上 46.4 万枚。